どうも、エルザです。そういえば、ラストオブアスやっていきたいと思います。さあ、義理の弟っていうか、弟と会ってという感じだね。今のところは物資はそれなりにあるけど。嘘でしょ。馬を飼ってるの？たくさんいるぞ。おい、トミー、手伝ってくれ。悪い、すぐ戻る。馬がいるのか。もちろんよ。耳を撫でてあげて。乗ったことは実はあるの。いつの話だ？隔離地域でウィンストンっていう兵士が教えてくれたんだ。よかったら後で乗ってみる？うん、乗りたい。よし、ありがとうよ。いいって。馬は貴重だろうね、こういう時は。ある？まだいたの？もう交代の時間じゃない？ハウザーたちが戻ってくるのを待ってるんだよ。ああ、もう行って。家族が待ってるでしょ。あとちょっとだし、頑張るよ。わかった。無理しないでね。さあ、詳しい話をね。マリア。どうぞ。制御室だ。タービンを起動させるぞ。こっち来れるか？ああ、お願いできる？俺の番だしな。行くよ。俺も行こう。マリアと一緒に食べてこい。ジョエル。行くわよ。二人にしてあげましょう。トミーがそっちに向かうわ。さあ。タービンを動かそうとしてるんだ。もう6回目だ。来て1週間だが長く感じるよ。そうだ、渡すもんがある。渡すもん？去年テキサスの家に行ってみたんだが何も残ってなかった。だけど何これちょっと色あせてるが綺麗だろ。わあ、すっげえ懐かしい。本当に？だったら本当にいいんだ。分かった。じゃあ預かっとくよ。トミー、話がしたい。二人で。ああ、いいぜ。仲間の様子を見てからな。こっちだ。娘の写真ね。ここで出てくるか。写真が1枚見つかっただけでもかなり良かったと思うんだけど。いやー、もう最初だもんね。オープニングとかチュートリアルの時に出てきたぐらいで。最初にね、一番最初死んだからね。俺たちの町も見てってくれないか？もう20世帯もいるんだ。マリアと親父さんが自給自足の村として始めた。野菜と家畜を育ててる。こんな生活もうできないと思ってたよな。ここならできる。町の防衛は大人が交代で見張ってる。発電所が治れば電気柵も使えるしな。感染者もやってくるのだよな。もちろんだ。どこでもそうだろ。言い切れるのか？マリーンみたいだぞ。お、ワンちゃん。よしよし。バックリだ。番犬にはならないがいい子だ。楽しいやつだよ。番犬にはならない。まあ可愛いんだろうね。そう、物資。あ、やっぱ隠れてるね、こういうところね。さあ、2人だけで話ということで。天才たちだ。あ、まだか。今回はいけるぜ。今回はね。信じないか？そうは言ってない。100万ドルかけてもいいぜ。よし、200万。もうちょっとで終わる。あとはシールドを戻すだけだ。オッケー。さあ、その前に。これ、あ、いや、あと1つあるね。新しい武器ね。リロード上げとここれもリロード上げて、連射上げとき、マガジンも上げとこう。ショットガンはね、強くて問題ないんで。あと2発。距離だね。あとは。これ結構やっぱディアブロ強いんだ。はぁ。これは多分強化してて全然いいかな。多分基礎で使うぐらいのイメージでいいかな。走りだったらそうだね。バレルをとりあえず補充して、気をつけろ。いやーでもなんかこの作り嫌だな。この中で戦うことがないようになってほしいな。さあどう？この劣化してる状態でこういう工事するってなかなか怖いね。いいぞ、行け。おお、動いた動いた、すごいすごい。誰かマリアに連絡して知らせてよ。いいだな。これすごいな。$200万損したな。よし兄貴、話をしよう。そうだね、話の前にちょっとやっぱアイテムがあるってことはそういうことだよね。やだなーじゃあ話しますか、トミーと。大した仲間としたらいいやつらさ。この町でチャンスをもらった。ここならやり直せるんだ。なんでボストンを出た？やむを得ない事情があったら。あの子に関係があるのかあの子が全ての原因だ。あの子が何だって言うんだ？免疫を持ってる。免疫だと本当だ。何人もが死ぬほどの器具を吸い込んだってびくともしない。俺も信じなかったが証明できる。そうか。だとしたらなぜここに来た？ファイヤーフライに引き渡したい。お前の仲間だろ。無事に届ければ報酬も出る。奴らとはもう何年も会ってない。アジトはわかるだろう。簡単な仕事だ。必要なものさえもらえば俺はここを出ていく。なんで兄貴のために俺が？俺のためじゃない、お前たちの大義のためなんだぞ。俺には家族がいる。そんな簡単には引き受けられない。それならマリアに頼むといい。仲間に言ってもらえるだろう。仲間にも家族がいる。重要なことなんだ。必要なものは渡そう。あの子は兄貴が届けてくれ。恩を忘れたのか？恩だって。何年お前の面倒を見てきたか。あれで面倒を見ただと。いまだに夢でうなされてるんだぞ。おかげで生き残れただろ。後悔してる。人類を救う方法になるかもしれないんだぞ。ガキみたいなことを言うな。あの頃とは違う。殴るなら今度は兄貴も痛い目に遭うぞ。あれは何だ？襲撃だ。殺し方を覚えてるな。やっぱ仲は良くないか。いやー強えな。マジこんな強い。あとどこいるかな。上上がるか。さてヘッドショットなら一発いけるか。あそこ裏いるのか。当たんねえな。動くな。いや、あれヘルメットじゃないかな。弾が切れた。いやカービンいいんだけどな。物資はない。さあヘッドショットさせてもらって、逃げられるか。閉じ込められた。すぐ助けに行く。待ってろ。来たわ。変えてバレルに変えて。お、いや物騒なもんが落ちてた。ダメ。強えけどってやつやな。あ、外したー。悔しいな。外すと悔しいな。そうなるとやっぱ弾数だよね。リボルバーでいきますか。威力高い方で。やばい。モロトフか。どこいる？リロードとりあえずしておいて、おお、こんなところあったか。いいね。これで違う。うお、ちょっと待った。いやーもう体力なかったね。が2人。それきついんだよな。ヘルメットがきついな。やばい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 。いやヘルメットはつらいわ。つええもんマジで。モロトフがいい仕事するね、相手も。でシルバーに変えて、どこだ、これ以上。あー燃えたね。しゃあない、下から潜っていくか。当たったで、あーまだ今のマークが出た時じゃないとクリティカルじゃないね。それすれおおびっくりした。いや今明らかに打ってきたよね。そこいた？もしかして。すまんな。よし、ちょっと弾回収。援護する。いやいやいや。いや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 ー、長射程の武器に関して弾がなさすぎるな。威力もやっぱリボルバーの方が高いか。兄貴頼んだぞ。何がとりあえず弾入れて、おお物資がある。物資なんか見た感じリボルバーが弾が結構手に入るんで、出なかった。なんか出たような気がしたんですよ。いるか？貫通する距離次第か。よし、オッケー。マリア無事よ。エリーも。いやー無事ならよかった。危なかった。無事だったか。ええ大丈夫。すごいよ、あちこちから襲ってきた。そしたらマリアが走ってって、それでテーブルを飛び越えたら、あの大男が銃を持って入って。いいからまず落ち着くんだ。聞けエリー、怪我はないよ。なあマリア、話すことがあるんだ。ダメ、絶対ダメ。他の人を見つけるよう言って。このまま放ってはおけない。今日何人の仲間が死んだか分かってる？何があったの？原因は私？後で話す。研究所の場所聞いた？だから後で話す。後でましたらそれだけで私も未亡人の仲間入りなのよ。俺はやるよ。やらなきゃいけないんだ。もういい。マリア来た来た。あんた覚えときなさい。トミーに何か起こったらあんたのせいだからね。感謝はしてるんだ。分かってるさ。俺があの子をファイアフライに届ける。心配しないでくれ。助かるよ。人類のためだからな。エリーと話したい。え、なんだって。兄貴。なんだ。エリーが馬を盗んで逃げたらしい。クソ、どっちだ。おい、ここから馬で出ていった。中へ戻って後始末をしておいてくれ。ああ、じゃあ気をつけて。そこ、足跡だ。行くぞ。さあ、馬での移動。意外と操作は普通だね。いやー、馬かー。でも本当に乗れたみたいだね、エリーはね。遠くには行ってない。大丈夫、見つかる。あのガキめ、いつもこうなのか。いや違う、わけがわからん。いやでもなんかだいぶこう人間が生活してた感じの景色だね。あら、行き止まりか。じゃあ今の分かれ道か。あ、話を聞いてたのか、悟ってたかったね。エリー、何のつもりだ。ジョエルとやっぱずっと一緒いるからね。やっぱジョエルとっていうのはあるんだろうけどね。あとは思うんだけど、ジョエルもこれ旅が終わったら終わったとてね、戻るにしてもっていう気はするんだけど。すごいな、めちゃくちゃこんなゆったりなの久しぶりだな。うわー、敵は何人だ。多すぎてわからん。そうだね、確かに多すぎや。ちょっと上いる。いやっち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 。絶対当たるもんな。当たる。あ、いや。顔出さない？出さないの？足見えてんだけどな。しゃあない、下がるしかないか。意外と顔出してくれないんだね。抜けた、よし。あ、いったね。痛い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 。で、あとはまたそこか。あー、マジかー、外したー。あ、来るね、近づいてくるね。さあ、どうかな。見つかった時の音はするんだけど、音だけなんだよね。あ、いるね。いったね。どっち？あいつはどこだ？いや、絶対今見たでしょ。じゃあ、すまんな。はあ、これで全部だ。いや、トミーのおかげで助かったわ。いや、それだったらそれでやばい。エリーはあ、意外と何もないね。長押しして変えとこう。回復は作れるね。これで作っといて、工作速度ちょっと上げようか。こっちではないと、奥か。また仕掛け。いや、こっちではないのか。どこだ、どこだ。さあ、馬へ戻ろう。ああ、そういうことね。はいはい。ね、馬でまた飛び越えるって感じか。てか、エリアを抜けていったってことにしてもだいぶやばくないか。連れて行かれたか、どっちかだね。足跡がついてる。マジか、抜けていったのか。何もない。何もないの？ありそうな、ありそうな空間だけどないの？まったくジョエルが最後までしようとしないから。いやー、にしても結構感染者と戦うというよりかは対人間っていうのが多いね。そんなに人間と戦うんだよって気がするけど、まあ脱落者が多いってやったら仕方ないかって感じだね。ほう、馬がいる。ヘリはそこだな。いや、そこだとしてもだよ。盗賊はいないな。気をつけろ。さすがに返事ないか。こっち。おお、無事か。俺は見張ってる。さあ、そうだね。エリーととりあえず話をして、どういう返事をしてくるか。その前に物資をね。もういつ戦闘始まってもいいようにしとかないと。怖いんだよね。マジでこのゲーム。あ、ショットガン、使っとけばよかった。さあ、2階行こうか。エリーが好きなやつだ。こっちではない。ここでもない。でも親子の写真とか、そうだね。この広さだとどう考えても子供いるよね。こっちでもないか。あれ、どこだ。ここでもないか。ここか。いないね。いないね。一体どこに。あら、ここでもない。じゃあこの一番奥か。昔は平和だったね。男の子に映画、あとはファッションの悩みぐらいだ。バカみたい。行くぞ、急げ。ほら、嫌だって言ったら。お前は希少な存在なんだぞ。ああ、勝手に逃げ出して死んでたかもしれないだろう。バカなことはするな。私だってあんたにがっかりした。お互い様。何が気に入らないんだ。ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょ。トミーの方が地理に詳しいから。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの。私がサムみたいになるって。私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目にあったろう。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。あのことは違うよ。何？サラのことマリアに聞いたんだ。エリー、その話だけはするんじゃない。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。私の大事な人は全員私を置いてったか。死んだの。全員ね。あんた以外は。他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。そうだな。お前は娘じゃないし、俺はお前の父親じゃない。だから別の道を行くんだ。やばいぞ、誰か来た。二人入ってくるぞ。家の中にもいる。いや、この状態でってなかなかよ。メンテある。1 2。ステルスでいけるかな。さあ、いい感じにちょっとそのままおねんにしてもらって、嘘でしょいやー、意外といけたね。マジか、バレなかったか。2人、あとどこだ。待ってろ。あいつはどこだ。あ、来るか。意外と来ないのね。あ、弓が吸われていった。マジか貴重な弓が吸われたな。そんな吸収率よくなくていいんだけどな。外した。すまんな。いて。よし。いや、刃物は強えな。あとは外かな。よし。もう安全だ。矢が吸われたのは痛い。馬のところへ戻ろう。ここ？あ、よかったー。最後見ててよかった。25、ライフは上げれないか。いやー、ほんとよっしゃーよいや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 、弓でギャーやったけどねいやー、エリーかわいそうやな。手伝うか。いい。まあまだエリーの方が自分と向き合ってる感じはするよね、ジョエルよりね。だ、見てくれよ。今夜子供たちは映画だ。研究所はどこにある。だいぶ遠い。東コロラド大学だ。大学。ビッグホームズ。エリー、馬を降りろ。トミーに返せ。お前が良ければこいつに2人で乗ろう。どうした？何度も言わせるな。どうしたんだ？お前の嫁さんが怖い。追っかけられたくないからな。馬を取ってごめんなさい。せめて町に戻ってもう一度話そう。いや、もう決めちまったことだ。東コロラド大学か。で、研究所は科学棟にあるでかい鏡みたいな建物だ。嫁さんを大切にな。歓迎するぞ。いいのか。どうする？行こう。それじゃあお別れだ。コースダウンで失敗したら相手にボールを渡すんだねって。あ、大学来た。早っ。そう、ファーストダウンだ。あれ、アメフトの話？実際にプレイしてみればそうでもない。さあ、来たね。ということで、動画はここまでにしたいなと思います。ちょっと馬から降りる前にね。いやー、でもよかったな。ジョエルの旅はまだ続きそうだね。てか、続いてもらわないとねっていう感じなんだけど、まあ、今回はここまでにしたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。